皆さんこんにちは。今日はじゃじゃじゃーん、見ての通りこう粘土で卵アンパンマンです。この中から何が出てくるか楽しみですね。じゃあ早速開けてみたいと思います。まずはこれオレンジから開けてみようかな。あ、やっぱり中になんか入ってるね。いいよ。お、中から出てきたね卵が。よいしょ。ほら、この卵からは何が出てくるのかな。開けてみるよ。お、アンパンマンだね。ほら、アンパンマンが出てきたよ。なんかほーって顔してるね。はい、これはアンパンマンが出てきました。それではこの赤からは何が出るかな。おー、見てください、卵が出てきました。あー、吹っ飛んでしまいました。それではここから何が出てくるかな。おー、かわいいドキンちゃんが出てきたね。それでは次のを開けてみたいと思います。この黒いのを開けてみようか。バイキンマンだ。バイキン UFO に乗ってるね。かわいいね。お、アンパンマンにバイキンマン、ドキンちゃんが出てきたね。じゃあ次はこの紫をやってみようかな。お、なんか音がちょっと鈍いね。見てみるよ。おお、ダダンダーが出てきましたね。ダダンダンね、バイキンマンの言うことをいつも聞いてるね。ダダンダン、ロボットだからね。はい、じゃあ次はこの白いのを開けてみようかな。じゃあいくよ。あ、あんまり音がしないね。じゃあ開けてみるよ。お、出てきました。お、あんまり音がしないね、これも。あ、2つも出てきたよ、これ。ほら、見てみて。ほら、アンパンマンのおまわりさんと、これが、名犬チーズだね。アンパンマンおまわりさんと、名犬チーズ。トロール中かな。それではこの緑をやってみようか。いくよ。あ、これ全く音がしないね。開けてみるね。あ、これ全然音がしない。開けてみるよ。あー、出てきた。あ、なんかこれは食パンマンだね。これは誰か、みんなわかるかな。みんな知ってる人。そう、これはかつお節マンだね。そう、今日はかつお節マンと食パンマン、珍しい組み合わせだね。じゃあ次はこの青いのを行ってみようかな。
よ。するね。あ、みんなこれ知ってるかな？誰かわかる？そう、これはロールパンナちゃんだね。なんかお星様を持ってるね。じゃあ次はこのピンク色やってみようかな。あ、これも全然音がしない。じゃあ開けてみるよ。やっぱり音がしないね。あ、見てください、ドキンちゃんがお花を持ってるよ。しかも一緒に出てきたのは食パンマン。しかも郵便配達の食パンマンだね。ね、こうドキンちゃんがお花を持って食パンマン様って感じだね。よし、あ、最後になるよ。バイキンマンの後ろのこの黄色い卵を開けてみるよ。これは何が入ってるのかな。はい、開けてみるよ。ああ、なんと最後に出てきたのはメロンパンナちゃんだね。かわいいね。こんな感じでいろんなキャラクターが出てきたね。よいしょ、みんな楽しかったかな。はい、みんな楽しかったかな。じゃあもう一度紹介するね。これがアンパンマン、そしてこれがバイキンマン、そしてこれがドキンちゃん、そしてここに来ているのがドキンちゃんと食パンマン。ドキンちゃんは食パンマンのことが大好き。そしてこのダダンダはバイキンマンが作った大きいロボットだね。これでアンパンマンに向かっていつも立ち向かってるんだけどね。そしてここに来ているのがこれがアンパンマン。これはおまわりさんのアンパンマンと名犬チーズ、いつもジャムおじさんと一緒にいるね。そしてここにいるのがこれが食パンマン、そしてこれがカツオブシマン。カツオブシマンってすごい珍しいよね。はい、そしてここにいるのがメロンパンナちゃん。頭にM の字が書いてあるのでメロンパンの M ですぐわかるね。そしてこれロールパンナちゃん。ロールパンナちゃんは実はこのメロンパンナちゃんのお姉ちゃんなんだよね。みんな楽しかったかな。また他の動画も見て楽しんでね。じゃあまたねー。動画は楽しかったかな。次の動画がすぐに見れるようにチャンネル登録しておいてね。また上のハテナのところに楽しい動画が隠れてるよ。探してみてね。
スマートフォンやタブレットの方は下の説明欄からどうぞ。またグッド評価の方もお願いします。